カールトン・ダグラス・スリーデン・アワーは、チャック・ディーとして知られる、アメリカ合衆国ニューヨーク市クイーンズ区生まれ、同州ナスソー郡、ルーズベルト出身のラッパー。ヒップホップグループのパブリック・エナミーやプロフェッツ・オブ、レイジのメンバーとして活動している。マルメでのライブニューヨーク市のクイーンズ区生まれ、その後ナスソー郡のルーズベルトで育ち、ルーズベルト高等学校を卒業。卒業後は、 グラフィックデザインを学ぶためアデルフィ大学へ進学。同大学では学生が運営するラジオ局ホバオで活動。ホバオでは後にボムスクワットで活動を共にするファンク、ショックリーやビル・ステフニーと出会う。1984年に学士を取得。2013年には名誉博士号を受賞している。ホバオではチャッキーディとしてステフニーの番組に出演。 番組のテープを聞いた、デフジャムレコーディングスの設立者、リック・ルービンがリーデン・アワーにラップを始めないかと、呼びかけた。ルービンはプロデューサーにショックリー、マーケティングにステフニー、DJ を、ノーマン・ロジャースとする計画を立案。リーデン・アワーは、チャック・ディーと名乗り、アデルフィ大学在学時に知り合ったウィリアム・ドレイトンと、共にヒップホップグループ、パブリック・エナミーを結成。 1987年にファーストアルバム、よ、ブンラッシュザショーをリリースした。1996年にマーキュリーレコードと契約し、ソロとして初のアルバム、オートバイオグラフィー・オブ・ミスティ・チャックをリリース。2012年12月11日、パブリック・エナミーのメンバーとして、ロックの殿堂の受賞が発表された。2016年に、 レイジュアゲンストザマシーンのトムモレロらと共にプロフェッツ、オブレイジュを結成したソロアルバム。ありがとうございます。